チャンネルあかり。はい、ただいま。はい。はいはいはい。で？で？何ですか？今日は。何ですの？社長越えを、うん、しようと思う。社長ぶっ倒そう計画。うん？そこに社長が。何ですのあれ。スマートアシスト3っていう、うん、なんだろう、衝突回避支援システムっていうのが、うん、ミライズにこの子についてるんですけど、この間全塗装したやつよね、これ。そうです。視聴者プレゼント決定してる、決定してる子いう噂の噂のするとかしないとかするでしょ、うん。ここに、うん、スマートアシスト3の機能ついてるんですけど、うん、一応事故で修理したじゃないですか、うん、ちゃんとこの子生きてるか聞いてるのか、うん、実験、うん、あ、スマートアシストがちゃんと機能するかどうか、はい、事故でわやわやなってて、はい、ちゃんと反応するかどうか。そうです。え？もあるし、本当に、うん、なるほど、素朴に疑問がある、ね、そう、素朴に疑問がある。どれぐらいの速度でどれぐらいで感知するのか。まあ確かにね、そういうシチュエーションにあんまり出くわしたことはないから。そうですね。もしかしたらスマートアシスト詐欺かもわからんもんね。しかもこういうマネキンをマネキンに突っ込むとか多分想定してないんじゃないかな。なるほど。感知するのかな。まあお遊び動画やね、じゃあこう、今日は遊びます。じゃあ、はい、なんで俺の顔やねんって話やけど、まあそれは置いといて、はい、それは置いといて、早速じゃあ、はい、引き殺しに行こうか。ね、下手したらあのマネキンが吹っ飛ぶってことやね。吹っ飛んじゃいます。なるほど。ちょっと私運転すんの怖いって。いやいや、俺も嫌やね。自分でやってや、自分の企画やん。そうね。え、でもこれどれぐらいの速度で行ったらいいんだろう。なんか条件みたいなの書いてないの？一定条件みたいな、ざっくりしか書いてないんか。ざっくりしか書いてないし、なんか過信しすぎないでねって。何を過信？補助するドライバーの判断を補助して、うん、被害を軽減するためのシステムだから、うん、なんか補助はするけどみたいな、ちゃんと自分で判断して、ね、なんかうじうじ言うとんな最後。うじうじ。だいたいこういう時でみんなうじうじ言うのよな。うんね、でもこれをあんまり信じすぎるとダメだよね。うん、ということで。まあうちの台車だしね。そうですね、うん、まあ最悪ぶち当たって傷がいってもどうせプレゼントやし、そのまま傷だけでもええやろ。ちゃんと直すよ。それぐらい我慢しろ。ただでもらえんねんか、文句言うな。というね、というね。 OK、 はい、じゃあもうやりましょうか早速、はい、怖いな、パックン呼び出さない。私やだよ。もうちょっと離れてもいいんじゃない。じゃ あんまりスピード出すぎたらあかんの。 2,30 キロぐらいは出さなおもんないよね。あ、そう、わからんけど。ほんと怖いな。じゃあ始めましょうか。はい、はい、じゃあいいっすよ、準備 OK っすよ。はい、じゃあ頑張ってください。アクセル離したらあかんで、絶対根性やで。そう、踏み続けなあかんね、アクセルを。そう、その白線1本、2本、3本、その辺までは打速で行って、その辺からグーって踏んだらいいんちゃう。アクセル近づいて加速みたいな。え、ほんまに止まるんですか。止まらんかったとしても死にあてんよ。エアバッグ開かない、開かへんわ。マネキンが吹っ飛ぶだけ。はい、何をしてんねんな。だから止まったらあかんじてね。あの顔怖い。
40キロ。今ぐらいでいいんじゃないかな。今ぐらいで、うん、20キロぐらい、うん、おお、おお、なんかロックかかったで、ブーってフロントブレーキがロックかかった。どう？うんうん、聞いた。聞いた？聞いた。すげすげすげ。わあ、結構ギリギリまで。いやいや、全然1メーターぐらいあるで。いや1メーター言い過ぎか。あ、でも1メーター弱ぐらいあるわ。結構手前で止まってくれてるやん。うんうんうん、さすがダイハツさん。いやでも今ゆっくりだったからこれぐらいで止まったけど、うん、やっぱもっと早かったら、うん、もっと近づくわな。近づく。なんかもうちょっと早めに行こうか。次変わって。いや無理。怖かった。えちょっと怖いんだよこれ。俺のそういう絵は受けへんねん動画。もう知ってんねん。気づいてん。そんなこと言われても。衝撃映像。やりすぎやろ。勢いよく行きすぎちゃった。絶対わざとやん。最初からやる気あったやろ。いや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 、いや止まってくれると思う。見てみ、事故ってこういうことですよ。皆さん見てくださいよこれ。衝撃やで。あ、首がなくなってる。人身事故やで。警察と救急車呼んで。救急車。すいません、誰か警察呼んでください。ごめん、事故ですよ、事故、ただの。腕が、ダメだったね。引いちゃった。かわいそう。こいつも狙ったかのように腕、綺麗に取れて。事故現場ですよ、これ。私、すぎるとダメだね。ダメっすね。あ、気づいてないね、この。え、無事。え、無事。車無事。車無事。空気読んでくれたら。さすが。柔らかいからな、これなんや、でもプラスチックやもんな。でも完全に、大腿骨骨折してますね。骨折して。で、両腕はもう切断ですね。で、首もげてます。全治3年ってとこちゃうかな。これもげると思わなかった。かわいそう。ごめんなさい。今ので何キロぐらい？ 50 キロぐらいか。多分50キロぐらい出てたよね。そんな出てないか。40キロぐらいか。ぐらいかな。しまった、メーター映すの忘れてた。私もみんな知ってた。まあでもこれよくわかったね。あんまりスピード出てるとダメですよっていう。ダメ。聞いたんだけど。ギューってなってたね。遅かったな。うん。ぶつかってから止まったって感じ。いや、ぶつかる前から止まろうとしてたよ。本当に、うん、止まろうとしてたけど当たってしまったみたいな感じ。これ実際人やったら多分骨折まではいかんのちゃうかな。打撲ぐらいちゃうかな今の。まあ向いてる方向にもよるけど、相手が気づいてるか気づいてないか。衝撃映像ですよこれは。大丈夫って分かっててもすごいバクバクする。赤っていうのが余計怖
おもろそうやな、やってみようかな。はい、はい、じゃあやってみます。一応バンザイにしてアピールしといてさらに分かりやすい。本当だ、ここだよ。あ、聞いた。あ、すごいギリギリ。怖いな。結構怖いですよ。おお、ちゃんと聞いてる。今の踏みました？踏んでない。聞くね。使いすぎたから。え？スマーシ停止って出たの。スマーシ停止？なんでだろう。多分もうしんどいんちゃうかな。しんどいとかあるの？そんなもう何回も何回もせえへんでって言ってちゃう。そんな機能。そんなやったらもう運転せんでえでってほら。そんな何回も使うもちゃうで言うとる。停止ってなんで？怖いですね。多分20キロ超えたら絶対止まらない。止まらない。分かる感覚でこのタイヤの細さと、うん、この車重とこの辺でブレーキ踏むだろうなって考えたら止まらない絶対。分かる。怖いの？怖いんですか？やらなくても分かる。OK？ 当てないんですか？当てません。もうバンザイしてるやん。もういいっすよって。さっき30キロ以上は出てたんじゃないかな。出てたかもね、うん、20キロぐらいが限界って。15キロ、うん、15キロで結構近かった。そうやね、うん、前だけですよね、うん、だからやっぱりこれはあれだよ、止まるものじゃないね、やっぱり軽減するものだね。だから全開で行くよりマシみたいな。うん、だね、うん、でも、ね、ちゃんと動きますよってことだよね。安心やね。安心、うん、よかった。ちゃんと前回りのあれだったからね、うん、何前回りのあれ、あれ前回りの、まあ、潮吹き力やからね。トノブ。前もなんかぐちゃってたもんね。いてた、いてた、うん、楽しかった。で、この事故の修理のスマーシの動くかどうかの確認って、はい、こんなことせなあかんの？せんでいい。せんでいいよね。エーミングだよね。エーミングの機械もうちあるからね。あります、あります。だからまあ機械でちゃんと調整するってやつよね。はい、ですね、はい。というわけで、というわけで、スマートアシストは、はい、15キロまでなら事故は防げる可能性がある、ある説。それ以上は、うん、事故をダメージを軽減するためのものであるんじゃないか、はい、説。ってことでいい？はい、はい、でした。ずっとやりたいやりたい言ってたもんね、この企画。そう、やりたかったの。よかったね。マネキンの有効活用できてない。結構食ってない。あれ、私1回目シートベルトしなかったんじゃないかな。いや、してたでしょ。してた。多分シートベルトしないと、しないと効かない、うん、効かないはずだよ。はい、置いといてください。はい、はい、じゃあ、閉めてください。はい、行ってらっしゃい。よろしくね。ああ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 あ
かん、怖い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 あの顔怖いこれ怖いキロ、40キロ、30キロ、40キロ。今ぐらいでいいんだ。今ぐらい？今20キロぐらいです。おお、聞いた。聞いた。どう？うんうん、聞いた。聞いた。聞いた。今だったけど。わあ、結構ギリギリまで。いや全然。あ、そんなにあるの？いや止まってくれると思ったんだけどな、この子良い子は真似しないでね。